ちは、ちちちゃです。それでは今回はジャンプのイベントクエストでスケスケの装備が作成できるということなんで、早速イベントクエストに挑戦し、実際にスケスケの装備作成しに行きたいなと思います。ということで今回挑戦するイベントクエストはこちらです。ジャンプシンクの強者たち。それでは早速クエストの内容を確認してみましょう。メインターゲットはドスインオスとラングロトラの連続狩猟。目的地は火山。サブターゲットはありません。石岩黒ひげの男、俺にはわかるぜ。その小さな体に秘められた狩人の力がな。そこでお前に頼みがある。火山で暴れる赤いモンスターを2頭狩猟してきてくれ。報酬は勇ましい海賊の装備が作れるアイテムを用意している。とっておきだぜ。ということなんで、早速とっておきの装備をゲットしに行きたいなと思います。今回食べる猫飯は猫の投擲術です。行くぞ。ジャンプシンクの強者たち。はい、ということで火山来ました。コックピットとマップの表示をオフにしてしまっておりました。申し訳ございません。ということで初期位置は7番ですね。火山のこのドーンドーンドーンって音結構好きなんですよ。あ、今から冒険に行くなみたいな、ハンターするなみたいな感じがあって結構好きです。ということで今回の猫は、まあ、いつも通りではございますが、コレクト猫ブーメランニャンタンですね。ブーメランに特化したコレクト猫でやってきております。私が操作するキープくんはナルガクルガの、ブーメラン特化のナルガクルガの武器を、無属性の武器を装備しておりまして、そしてお供アイル、彼氏くんたちは、ホロロホルルの睡眠属性の武器を持っております。はい、ということで、ドスインオス。ドスインオスちゃんはね、頭がかなり特徴的なので、頭がすごい弱いイメージあるんですけど、実は、頭の肉質は38。そして胴体が、56なので、実は頭より胴体に入れた方が、ダメージは通ります。肉質が柔らかいので。よいしょ、貫通ブーメラン出ましたね。で、こういった小型のモンスターに関してはこういった貫通ブーメランがあんまり効かないようなイメージがあります。その貫通ヒットがそんなにたくさん出ないんじゃないかっていうイメージあるんですが、実はですね、ニャンターのブーメランに関しましては、ハンターの弓の貫通弾や、のヘビーモンガンなどの貫通弾、ああいうものに比べると、ヒットの間隔が非常に狭くなっております。ヒット間隔が狭くなっているので、こういった小型モンスターに関しても、貫通ブーメランはかなり効果的になることが非常に多いです。なので、どん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 、ヒットさせていきます。そして乗りました。よっ。ニャンターだとね、すっごい乗りたくなるんですよね。これ切ってるのがめっちゃ可愛いからな。しがみついてるのも、本当に、ロデオって感じで可愛いです。よっ。よいしょーん。あったない。よっ。よいしょっといい。これヒットしてますよね。小型ですけど、全然ヒットしてます。あ、息ずりました。じゃあ追いかけまーす。で、このクエスト連続クエストなので同時には出てきませんよ。なので倒した後はきっちり剥ぎ取りをしていきます。連続クエストの場合は、前に出たモンスターを剥ぎ取るか何かをして、フィールドからモンスターをいない状態にを早めると次のモンスターが早めに降ってきてくれますので、なるべく取った方がいいかなと思います。そして
コレクト猫結構ね忘れられがちなんですけど、こうやって採取をすると、下のゲージ見てください。ゲージが伸びるんです。採取をするとゲージが伸びますので、ゲージが足りなくなった時とか、あとこうやって空き時間とかに採取に勤しむと、ゲージをかなり回収することができます。意外とね意外と忘れられがちなんですが、こういう時間を使ってゲージを回復すると、まあ、長い長期間でもずっと貫通ブーメランとかそういうのをたくさん発動させた状態で維持することができます。例えば秘境スタートだったらね、採取してからスタートでもいいかもしれないですよね。ということで2番に来ました。続きましてラングロトラです。もう貫通ブーメランのカモですね、ラングロトラ。あ、いました。よし、貫通ブーメラン、そして巨大ブーメラン、では行きまーす。めっちゃファンゴが怖いめっちゃファンゴが怖い。うーん、怖い、やっぱり怖い。よいしょ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 い。ということで、ラングロトラやってきまーす。ラングロトラは、今私は切断属性のブーメランを持っておりますので、肉質的には一番効くのが頭の55です。そして、上半身と背中の45。で、前足38、腹部が36、お尻が30と続きますので、なるべく上ら辺を狙って貫通するように、ブーメランを投げていくのがいいんじゃないかなと思います。ほい。あ、危ない。1、2。よいしょ。ナイスー。もうあとは落ちだけです。ほい。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい。オッケー。寝ましたね。よく寝る。ラングロトラ別に睡眠耐性が低いわけではないんですが、うまいことフィットが出てるはず、出てるんじゃないかなと思います。睡眠のエフェクトが出てるんじゃないかなと思います。よいしょーい。よっ、あー、入んないか。オッケー。よっとー、よっとー、やったー。はい、オッケー、イエイ。いいですね。あ、やっちゃったー。こっからこれと、あれがセットなんだよな。来る、やっぱり来る。ここまでテンプレ。よいしょ。じゃあ気を取り直して。あ、やば。大丈夫だ。オッケー。おいしょー。あ、くっさーい。くさい。くっさくさ、くっさくさ。体全身くっさくさ。お疲れ様でーす。このクエストに関してはニャンタークエストではありますが、貝のクエストでありますので、ニャンターそんなに育ててないよっていう方でも簡単に来れるんじゃないかなと言っといて思います。2体討伐で、まあ、6分ぐらいでしたね。よっと。ゲージは9でマックスなので、これ以上は採取しても増えません。よいしょこれめっちゃ好きなんやな。メガブーメラン、これあんま使わないですけどね、実戦で。メガブーメラン、よし、メガブーメラン、お疲れ様でーす。ブーメランにバイバイ。さあ、報酬のチケットは何枚あるでしょうか。チケット、コインかな。海賊ジェネコ金貨。ジャンプクエストをクリアした証、伝説の海賊猫の肖像が描かれているということです。2個ゲットですね。はい、ということでできました。こちらがスケスケの装備です。見てください
スケスケですね、完全に。内臓も透けてるし、腕とか足とかも完全に透けております。これね、3DS 版だとこんな感じじゃなかったんですよ。全然わかんなかったんですけど、やっぱりスイッチバージョンだと綺麗にわかりますね。これすごいな。今まで作ったお供装備の中で一番すごいんじゃないかなと思います。ちなみに今回のクエストで作れる装備はこれだけではありません。なんと今回のクエストで 4種類も作れます。まずこれでしょ、頭がこれで、これ猫ヘルムで、猫バンダナで、でこういうクラウンもあります。で同装備も4種類あって、今装備してるスケスケの装備が一つでしょ。で、あとこれ、猫チェスト。これね、宝箱の中に入るんですよ。これすごくないですか。あと、これがチョッキですね。後ろに大きい宝箱があるのがすごいです。で、猫スーツも、ね、かなり海賊してて、なりきり的にいいんじゃないでしょうか。でもやっぱり個人的にはこのスケスケ防具が、一押しです。これね、頭を変えても全然合うと思うので、ぜひぜひ皆さんも作ってみてください。これめっちゃ気に入ったから、もう一回クエスト行って、もう一式作りに行こうかなと思います。ということで、じゃあ今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますので、チャンネルの登録よろしくお願いします。そして、チャンネル登録がお済みの方は、高評価ボタンのポチをお願いします。またねー！バイバーイ！